はい、どうもみさん、こんにちは、のぼるです。今日もオラ夏の続きやっていきます。で、今日はなんかもう帰る日って言われてたよね。びっくりした。帰る日、今日の朝帰るとか言われてたから、多分いきなりイベントが始まると思うんだけど、どうなんだろうまあ今日帰るわけはないだろうし、眩しい。何も言わない。いきなり普通に始まった。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで大層。深呼吸か。ぐるりと回って1、2の3。トゥ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 。何もなかったな。まあ朝はなんかあるだろう。いただきます。いただきます。ケイ、お、昨日うちの新聞社でヒヒコの記事を見ていたようだけど、他に面白い写真を使った記事があるから持っていきな、持ってきたよ。なになに。キャップは古い新聞記事を取り出した。そんな古い。これ画像解析技術でヒヒコの壁画の謎に迫る。ほらここ壁画にヒヒコの姿が描かれているんだけど、誰か似てるでしょ。ララコちゃん似てるか。その壁画知ってるし、ジョーに似てるなんて嬉しいけど、他人の空にってやつでしょ。オラにじゃなくて空に。なんだろう、これってなんか関係あるのかな。BGM がごちそうさまでした。やだ、アッソーに来て1週間、野原家の面々が春日部へ帰る日曜日がやってきた。いややて、これそういえば何年の何月っていう設定あるのかな。普通に今年なのかな。よしことの約束を果たすまでは帰らないぞ。本当だよと言い出したしんのすけ。でもさすがに一人で残るわけにはいきません。一人で残っててもそれはそれでいいけどな。僕の夏感あって、僕の夏とは違うけど。記念撮影よ。はい、あ、いつものカメラ。しんちゃんのか。カレーじゃないのかよ。なんでカレーなんで。おっと、そろそろ列車の時間だ。あれ駅員完全にたけしじゃん。気づいちゃった。その頃、秘密研究所の悪の博士はやる気満々、うん、またあの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。閉じ込めてくれ、夏休みに。誰なの、お母さん。研究所の壁には先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの姿と、うん、そしてまだ若かった頃の、あ、やっぱそうなんだ。博士と母親の幸せな写真。めっちゃ似てんな。ふわふわパウパウとわとわチリチリ、ラ行を抜いて心に浮かべて、ラ行を抜いてって何なの。マレシロンロデカゴヨラレやってこらい。これなんか意味あんのかな。ちゃんと今度は何がやってくるのでしょう。博士の思念が空中に可視化され、博士の思念が空中に可視化されるの。じゃあ恐竜以外も普通に出せる。タイムマシンに飛び込んでいく。怖くない。全ては一瞬の出来事である。眩しい眩しい。あ、行くぜエクションビーム。ビビ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 。ええは本当に戻るの。うわ、あれ、ほら、どこにいたんだっけ。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。怖いや怖い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 。本当に終わんねえんだ。え？
一生この生活なの。いや8月31日に感動的な終わりを迎えるんじゃないの。違う。ほらこの場所見たことある、知ってるぞ。しんちゃんだけ。しんのすけは再び先週月曜日のこの町に戻されてしまったのでした。ちょっと羨ましいな、夏休み。一生夏休みじゃん。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいです。見た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 、それ。怖。ああ来た来た。おーい。いや見た見た。やっと着いた。やばい。こんにちは。なんでこんなハッピーな BGM 流れてんの。しんちゃんとひまちゃんは。でしんちゃんだけちゃんと記憶持ってんの。あ、え、待ってないの。ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。どっかり。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。だとしたらなかなか今は年だよな。ちくば。あれ、しんちゃんも記憶ねえの。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言う。しんちゃんも記憶、ん。いや怖い怖い。よろしくね。ご覧のように食堂をやっています。食堂なら近くぐらいあれよって言ったもんな。ななこちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだ。うん、のみさよお姉さんお久しぶり。状況が飲み込めない。大きくなったでしょ。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿。それはもういい。しんちゃんはだってさっき見たことあるなみたいなこと言ってたもんな。え、違うじゃん。そう、この世界は先週の月曜とは少々異なる風景を持っていたのです。はあ、ほら今度こそよしこお姉さんとおデートするぞ。ブリ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 。終わらない。こうして始まった新しい1週間。頑張れしんのすけ。終わらないんだとしたら俺もう死ぬまで毎日投稿じゃん。デートできるその日まで。これのゲーム。あ、何？デートできたら終了みたいなことなのじゃ。いやでもな、博士のさじ加減だもんな。え、夕方だし。ひひこにそっくりなララコ、性格も似てるのかな。わあ、いい写真。皆さんさようなら、また会いましょう。まだデートしてないのにこれでさようなら、悲しいな。おデートするぞ、新しい習慣の始まり。7月31日。怖っ。目指せスーパー新聞記者。え？怖えよ。マジかよ。ニュー。ニューじゃなくない？あ、ニューか。あ、じゃあこの新しい1週間が始まったからまた新しい虫が増えたってこと。今これ全然いなかったもんね。これは違うな。え、そんなゲームなの。マジで。ちょっと絶句なんだけど。どうしよう。ひとまず、あ、え、あ、びっくりした。ご飯に呼ばれたかと思った。今日もまたいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。まだ晩ご飯まで時間があるから外で遊んできてもいいわよ。いや遊んでくるけどさ、今は、あー、暇に話しかけれない。もういいや。今日は長田、あー、この話も聞いたもんな。じゃ一応記憶あるんだ。しんちゃんは。いやーでもいいな。
俺も一緒の夏休みがいいよっていうコンセプトから始まったんかな、このゲームって。もしかして一緒の夏休みがいいよっていう開発からのスタートだったんかな。だとしたら確かにこうするしかないな。怖っ。まあでも確かにまだな、行けてない場所いっぱいあるもんな。アマゴ、まあ頑張って5匹も釣り上げた。そんな頑張る。こっちなんだっけ、開けれんのこれ。イエーイ。おい、小ゴミ開けれ、新之助は博士と。あ、開けれるんだ。魚めっちゃいるやん。ちょっと釣り、あ、そうだ、博士のとこ行かないと。博士には絶対会わないかも、さすがに。けどその前に釣り。え、博士、そうだな、博士はこのこと知ってるもんな。実質だからしんちゃんと博士だけやろ。どう、え、本当に終わらないのかな。終わらないな、それはそれで。なんていうの、面白みには欠けるんじゃねと思うんだけど、どういう終わりを迎えるんだろう。まあでもな、クリアっていう概念がないわけないだろうからな。逆に気になってきたわ。お、ニュ、なんだこれ、なんかもう塩焼きした状態じゃなかった、皮むつ。ああ、以前は皮むつ B というかっこいい名で呼ばれてた。なんで皮むつ B な、そドラクエみたいな。こいつなんだね、あれ土壌系だよな、見た目は。いや、空き箱だな。空き箱だっけ、あれなんだっけ。あ、結構重い。じゃあ違うか。ナマズンでした。ちょっと博士、どういうこと、どうしてくれるの。いや嬉しいけどさ、一生夏休みなんていねえし。あれかな、あの牛乳チェアにいるのかな。てか、そういえば頭ちゃん見ても何の反応、なんか反応めっちゃ薄かったけど、ここの人たち何なんだろう。いるのか、いねえわ。これはだよね、少量とかそういう系の殿様だ。殿様バッター、別名大名バッター、生まれからのお偉いさん。釣りされさせろ。これなんだ、新しいのいっぱい出てきてちょっとおもろいやん。次の7日後が気になるな。どんこ、どんこしか釣れん。ああ。もうお家に帰る時間だよ。平気な顔して迎えに来るやん。お前まだ会ったことないだろ。いただきます。うわ、ごちそうじゃん。いただきます。うまそう。よく考えたらおかしいよな、こっち向きに並べてあるのおかしいよな、どう考えても。誰に見せてんだよ。ふう、どうしたのよよこ、最近店の売り上げが少なくて大変なのよ。恐竜で観光客が増えたけど、うちはこれぞっていう売りのメニューがないからね、どうにも今一つなの。ずっとみんなで新しいメニューを考えてるんだけど、そろそろネタ切れ。誰かヒントだけでも見つけてくれるといいんだけどな。では、しんのすけ店長が新たな考えた新しいメニューを。チョコビ入りチョコビ。へん。おいおい、それはチョコビそのもんだろう。本当にこのノリをどう文字で見れ、見て楽しめばいいの？わかんないわ。しんちゃんはチョコビが好きなのね。じゃあもし本当に新メニューのヒントを見つけてくれたらチョコビをあげるから。お、考えてみよう。ひょんなことから新メニューの発音おかしくね、ひょんなことから
ひょんなことからじゃない。アイデアを出すことになったしんのすけ。はい。さてどうなることでしょう。わかりません。よし、今日から俺がここのお店長だぞ。気合入ってる。これは脱線しすぎです。あめゆめ。のんきすぎん。幼稚園児とはいえ。ごちそうさまでした。こんなことになって。ごちそうさまでした。平然と生活してるのすげえな。ふぅーい。ふぅーいだった。こうえふかけたぞ。おっと。うん、そりゃ知ってるよ。お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。いやこんばんは。この子、お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。ふふーい。ふふー。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。さっきどころか。ふふー、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。どういうことなの？うちの子たちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげる。いいよ。はい、自己紹介。そういえばここ双子なのか。どっちも畑さんの子供ってことなんだよな。しんのすけはそう思いました。そりゃそう思うわな。それにしてもこうやって畑さんの読み聞かせを聞いていると、小さい頃今は亡きお母さんに毎晩本を読んでもらってた時のことを思い出すよね。幸せな時間の記憶。そうそう、すっごいいいお話の本があったよね。何それ。出た。お、何それ。彼はとってもわがままなステゴサウルスでした。親切な友達の忠告は全く聞かないし、食べ物はいつも良いこと。ララコが思い出す小さい頃のお母さん、誰もいない森の奥まで運んで行って読んでもらった素敵な絵本。良いこと。ララコが思い出す九州国の伝承の素敵なお話、知りたいな。ヒリヒリチクチク、とっても痛い。やっぱりそっくり、不思議だな。ねねちゃんがきねちゃんで、風間くんがかずまくん。友達に舐めてもらったり、いろんなところにいろんな防衛隊がいるのかな。出ないけど。すぐに直していましたが。こんばんは。わがままおじさんが誰かわかりますか。いつも一人ぼっちです。怪しいおじさん。違いますよ。かなり怪しいおじさん。違う違う。ここの駅で会った駅員のおじさんです。この子たちのお父さんでもあります。よろしくね、しんのすけくん。ここの駅で会ったかなり怪しいおじさん。違う違う。これ聞いたことある。9月の大雨の季節がやってきて、毎日のように水を浴びた彼の背中は少しだけ痛みが和らぎ始めます。相変わらず眠くなるわこれ。ある日、小鳥たちがやってきて足と足の間で雨宿りをしましたが、彼はなぜか優しい気持ちになってその場を貸してあげました。その日の夕方、すっかり雨が上がると背中のおできも治っていて、もう痛みはありません。遠くの空に七色の虹が見えました。どう、面白かった？もう一回読みますか。恐竜の背中っておできできんの？彼はとってもわがままなステゴサウルスでした。親切な友達の忠告は全く聞かないし、食べ物はいつも独り占め。誰もいない森の奥まで運んで行ってそこで食べていたのです。ある日、彼は背中におできができました。
ヒリヒリチクチク、とっても痛い。こんな時、他の恐竜たちは友達に舐めてもらったり、針葉樹の森で採れる薬草を集めてもらったりしてすぐに治していましたが、賢い。わがままな彼はいつも一人ぼっちです。かわいそう。面倒を見てくれる友達なんてどこにも全くいるわけない。背中のおできは治りません。ヒリヒリチクチク、とっても痛い。つらい日々が続きます。9月の大雨の季節がやってきて、毎日のように水を浴びた彼の背中は少しだけ痛みが和らぎ始めます。少しなんだ。ある日、小鳥たちがやってきて足と足の間で雨宿りをしましたが、彼はなぜか優しい気持ちになって、こっからは聞いたな、その場を貸してあげました。その日の夕方、すっかり雨が上がると背中のおできも治っていて、もう痛みはありません。遠くの空に七色の虹が見えました。どう？面白かった？もう一回読みますか？ああ、今日もいい声ですわ。誰か知らんけど。さてと、いろんな人に話を聞こう。ジロちゃんだな、次は。わがままなステゴサウルスでした。ジロちゃんいいのかな？おいや、一匹。一郎の家の隣に居候したのだ。俺はジロ。キッチンとかラーメン屋は無関係だろうな。あれ、初対面じゃないのに。しんのすけは驚いた。お、イエーイ、使える、ついに。隣町では恐竜にスイカ畑を表されたり、うお、鉄道の線路を食べられたりしてるらしいぞ。え？線路食わんだろ。恐竜がスイカ畑を荒らしたり線路を食べたりしてるんだ。鉄分補給したいのかな？が直球なんだ。 DJ する、やってみたかった。うわー、うん、何がいいかな。うん、なんだか、うん、いきなり変わる。スタート。これか。何これ？むず。むず。え？どういう、何をしたらいいものなの？わからん。ちょっと不協和音を奏でてみよう。ゲームなのこれ。いや、わからん。何これ、おすすめってな。おお、スタート。
いや、わかんねえこれ。何したら正解なんだ。不協和音だな。お、よっこ、見慣れない顔だね。どっから来たの？うわぁ、もう可愛い。ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田真香。桜木も知らんのかよ。いや、まだもっとと覚えてね。うれ、なれしんのすけ、うるさい。おや、これも以前と同じ展開です。山田もっとちゃん、しんのすけのことを全然覚えてないのかな。ダメだ、みんな記憶が吹き飛んでる。よしこちゃんだけだよ。あそこでよしこちゃん迎えに来るのマジでどう考えてもバグっていうか間違えたろ。キイチゴなんてあんの。押し上げよう。へい、いらっしゃい。今日はどんな用事？あ、チョコビ。これでいい？これでいい？これでいい？お、じゃあ3パックあげるでいい。商店街。お、きた、最強神じゃん。うわー、使いてー、めっちゃ使いてー。忍法カレーは特にか。待って、畑どうなってんだ。なあ銀河、よくよくすよくす。お主とは以前どっかで会ったことがあった気がするな。おお、さすがこの惑星には。こいつ宇宙人こいつ宇宙人だ。うわ夜、うわ夜、マジかよ、生きてー、むちゃくちゃ生きてー。こっち行くか。夜、うわー全然行けない。おーい、釣りしたかっただけなのに。びっくりした、なんか画面揺れてると思ったら恐竜か。どっから来るんだ、上か。イエーイ、下だった。あか、ネーミお姉ちゃんの部屋ヨヨコの部屋とか入れるようになってないのかな。あいやいや、うこっちもダメか。さすがにな、新聞社への近道だとは思うけど。まあ今日は寝るか。一旦終わりにしてお眠にしますかね。続きが気になるところではあるけど、明日しかできないし、学校でお休みなさいしようかな。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。グージョキパーで、グージョキパーで何作ろう。わ、僕のツボセーブして、わ、8月1日に戻った。今日はここで終わりです。また明日見てください。気になるな、続きが。というわけで寝ます。おやすみなさい。